はい、それじゃあね、浜翔、風を感じてっていうのをちょっとやってみよう。このカップヌードルのコマーシャルでね、これがデビュー曲かなと思ってたら、これはデビュー曲じゃないよね。これはあの1979年になってたね、あの原曲あるんでね、これもね。で原曲を聞くとキーが G でした。まあこのキーで歌うとやっぱ高くて歌えないんだけど。ブルーレッドイエローズクランブル交差点、しかめ面片手ハンドルネクタイほどき、車輪の下さ、おー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 、まあこういう歌ね。まあこれをね、ちょっと聞いてみると、イントロがなんか、こんなったかな。まあ G と A マイナーと D。Am7 の D7 でも、いいですけど、なんかこういう風になってた。この辺適当ね。で G からで Am。D って言ってもこう弾いてるのはここ弾いてるだけね。で G、A マイナーね。で次 B マイナーで C、B マイナーね。で E マイナーで A マイナーで、ここからこの自由に生きてく方法なんて100通りだってあるさ。ここにね、行くときにここをあの入れてるけども、これは G のこのセブンスコードにしてるわけですね。要は、この G、こう G のセブンスのこの音を、まあいつもよく言ってるけど、ここに持ってきてる。で、まあ、ここ押さえてるだけですね。こう。で、C。で、D。で、G。ここ、こう、ベースをね。G から E マイナーに行くのに、ベースをこう。で、E マイナーを話せるんで、で、これ A マイナーね、 A マイナーセブンス、まあこう、もう人差し指でここ押さえてるんですね。で、D で、C、D、G、まあこんだけのね、コード、あ
のだから難しいコードっていうのはまあ出てこないですよね。でこれ G で弾いてるんで、でまあ Bm はこうやってるけど、まあこれでも同じなんですよね。 Bm、まあ、セブンス、こう一緒でしょ、鳴ってる音がね。この弾いてる指の形違うけど弾いてるところこれ一緒なんでね。曲です、ね、60歳を過ぎると、65分以上ギター弾いたらあかんみたいなんで、あんまり弾くと手を痛めるっていう、まあね、まあ結構ね、まあ、50代60代からこうギターを始める人も多分今いるのかちょっとよくわかんないですけども、あのね、よくなんか1年ぐらいで挫折するとかってよく言うじゃないですか。でもこれ多分ね、あの1年で9割が挫折するとかってなんか言うよね、なんかね、でもそれね、多分あの挫折はしてないと思う。あの飽きてるんだと思う、多分飽きて多分弾かなくなるっていう、まあこんなんでもね、こうブルーレッドイエロー、スクランブル交差点、しかめ面片手ハンドル、僕たちほどき、こういう風に弾くだけなら多分ねすぐ弾けるようになると思うんだけどね、とりあえずね。でこれまあ G で弾くとね、まあそんなにあのこう F とかが出てこないから、 キーが G の場合はね、で G から Am で C に行って、でまあ D のセブンスに行って G に行って、でまあこう右手はこうやってるだけで弾けるんでね。こういう風にやるだけなら多分できるんですよ。もう1年もすればできるよ多分ね、ただなんかね、多分これ飽きるんだと思う、こうね、ずっとこうで、もう初心者向けのギターコースだっていっぱいあるけども、あのこういうことしかやってないでしょ。コードをただコードを示して、こうまあまあなんか、まあ、カッティングだとかなんかブラッシングだとかなんか言ったりはしてるけども、まあ、そんなあの右手なんて別に弾き語りするだけなら別にこう適当でいい、自分が歌いやすいように弾けばいいんでね、別にね、弾き語りするときは自分が歌いやすかったらそんでいいんですよね、要は、
なんでね、多分その1年でね9割挫折するとかいうのはね、挫折はしてないと思う。おそらくねちょっとはできるようになるんだけど、そっから先に行けなくて多分飽きるんだと思うね、きっとね、と思うんですよ。まあそれはね、あれですけど、なんかなんとなくね最近、そう思うようになったっていうか、ねなんか1年で 9割の人が挫折するとか、そん嘘やろとかと思いながらね、まあ昔はねなんかほんで最近の曲っていうのはおそらく難しいんでしょうけど、昔の曲っていうのはそんなにやっぱり難しくないんでね、なのでまあある程度覚えてしまうと、これどれも同じようなコード進行だったりするんで、まあ今僕これ弾いたこのコードちゃんと合ってるかどうか知らんけど適当に弾いてるんでね、まあでもそのおかしくないでしょそんなにね、ということでね、まあまあまたいろいろやってみようとは思いますけど、そうね、でコメントに入ってたサンドキャッスルというアルバムあるよね、僕も聞いてたと思う。だからそれに入ってるその丘の上の愛とかね、なんかいわゆるそのバラードソングばっかり集めたやつですよねあれ確かね、なんかああいう感じの歌ばっかりなんですよ、丘の上の愛というのはね、兄が帰るならその涙の訳を教えて偽らずに、こういう歌曲は知ってますよ。歌詞とかは全部ちゃんと覚えきれてないというか、またなんかグバイダーリン、グバイマイラブとかってね、偽りの日々、これもっとキー高いよ多分今これ G で弾いて、C でいくと、グバイダーリン、グバイマイラブ、偽りの日々、これよりも多分もっと高いね。背中向けたまま眠る夜、グバイダーリン、グバイマイラ、別々の愛、君は安らぎの僕、僕は分からん、ここ偽りの日々やね、偽りの日々って歌う、愛の言葉を君にささやく、だけど今は意味などない、これ G ぐらいなんかな、これ愛の言葉を君にささやく、これぐらいかもしれないね、キーね、多分ね分かんないけど、かなり高いからね、やっぱ浜田省吾ってね、キー高いよ、聞いてる分にはね、そんなになんか高そうな感じしないけどね、いわゆるね、なんちゅうの、細い高い声の感じじゃないからね、浜田省吾の声って、でもキー高いよね、まあ、
そういうことでね、またいろいろまたやって、またあの多分そのサンドキャッスルのやつなんかも多分 YouTube 見てないけど、 YouTube 見たら多分アルバム丸ごとあったりするんじゃないかな。まあちょっとね分かんないですけど、見てみないと。まあでもほとんど多分あるよね、あのどんな曲でも浜田省吾もいっぱい出てくるからね。であのギターで弾き語ってる人とかもいっぱいいるしね。まあなんか割と人気あるんよね、今でもね。今でもっていうか、まあ、未だに多分でも現役でやってるよね。引退とかってしてへんような気がするから、一応現役70超えても現役でやってるのかね。ちょっと詳しくないんで、よくわかんないんですけども、まあいろいろあります。おそらくあのコードなんかも多分大概の曲はあのそのなんだっけ、J トータルだったっけ、 J トータルとかなんかその辺 あのサイト見たらおそらくあるんじゃないかなとは思う、そのコードね。まあ、でまあそれ多分それが正しいと思うんで、それを見て弾いてみたらいいかなと思いますけども。ということで、なんだっけ、風を感じてね、自由に生きてく、ここ多分高いよね、この G でいくと。自由に生きてく方法なんて100通りだってあるさ。It's so easy, easy to be free. It's so easy, it's so easy っていう歌あったよね、昔ね。あのリンダ・ロンシュタットだったっけ、リンダ・ロンシュタットってあの外人の人ね、外人の人っていうか、あの外人の女の子。 It's so easy to fall in love ってやつ、 It's so easy to fall in love、 これ流行ったよね、なんかね。ここしか知らんけどね、ここしか知らんっていうやつ。リンダ・ロンシュタットっていう人ですよ。リンダ・ロンシュタットで検索したら出てくるんじゃないかな。まあまあそういうことで、イソイージー、風を感じて、でした。はい。